昔々の物語です。中城若松という14歳の年の頃の美少年がおりました。村の娘たちは皆中城若松に憧れておりました。物語の中の宿の女も若松を心から慕っておりました。その若松が首里のお城へご奉公の旅に出ます。山の中で日暮れに会い途方に暮れていました。とその時、山の奥の方に明かりの灯った一軒の宿を見つけます。若松はその宿にたどり着き、一晩宿を貸してほしいと頼みます。すると宿の奥から女の人の声が聞こえてきました。しいというお方は親が留守なので宿をお貸しすることはできません。お情けにどうか宿を一晩貸してください。若松は頼みます。私は読谷村立古源中学校の方に足を運んでおります。今回はこの方からお話をお聞きしたいと思います。それでは早速まず自己紹介の方からよろしくお願いいたします。はい、読谷村に住んでおります長浜雅子と申します。読み聞かせの時間というのがございまして、20分間の時間ですけれども、私の方は特別に流歌を中心にして流歌を紹介し、またその流歌の背景、それを子どもさんたちに伝えるということをしています。その流歌でもですね、やっぱり明治以前にこの読まれた流歌、それを視点を当てて、その中から各学年に合った内容を選び子どもたちに紹介しています。3学年の生徒さんの、様子反応というのはどうでしたか？本当に感動しましたね。生徒さんが待つ、そして聞くで終わり、もうこの姿勢が素晴らしくてですね、私の方がとても感動しました。で最後に感想を述べている生徒さんいましたけど、とてもその生徒さんの感想も感動しました。私の方が大変幸せです。やっぱりこの読み聞かせという時間が大変貴重ですので、子どもさんたちと出会いで、子どもさんたちのこの未来将来を共に歩む気持ちで応援したいという形がこの読み聞かせに関わるということになっていますので、私自身のですね、で今後もやはり続けて参りたいと思います。で組腕は特にセリフ、歌、踊りという展開でちょっと普段は難しいんですね。それを今回箏曲弾き語りということで現代語訳を加え、子どもたちが分かりやすいような形で構成してみました。そういう形を他の学校でもまた子どもさんたちに出会って伝えていきたいと考えています。今回は長浜雅子先生からお話をお伺いしました。本日はどうもインタビューをお答えいただきありがとうございました。ありがとうございます。幸せです。生徒の方からお声をいただきたいと思います。それでは早速自己紹介よろしくお願いいたします。3年4組玉城ゆずはです。出身かなえりという名前は聞いたことあっても、初めてこのお話を聞けたのでとっても面白かったです。琴の音色だけでこのお話が再現されていて、で女の人が若松だっていうことを知ってすぐに宿に泊めてくれたっていうシーンが一番印象に残りました。古源中学校生徒の玉城さんからお話をお伺いしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。